ね、これがユイのポテンシャルなわけ。かわいいじゃん。いや、あのそのボールペン。あ、これヒロト先輩がくれたの。やだユイ、もうそんなところまで行っちゃってるの。ちょっと小春ちゃん、そんなんで喜ぶなんて安いもんだよな。え、レン君、何なのこの成績は。ごめんなさい。だから言ったでしょ、バイトなんか始めるからよ。どうするのこのまま志望校に進学できなかったら。大丈夫、まだ受験まで時間はあるし。このままじゃお父さんに顔向けできないでしょう。期末テストでは必ず学年1位を取るから。いい加減にしなさい、今すぐに辞めるのよ。はい、タオル。うん、ありがとう。あとこれ。ねえ、今日一緒に帰れるの？わかんない、部活次第だから。先週末もデートしてないんだよ。たまにはさ、息抜きだって必要だし。ねえ、抜け出しちゃおうよ。言っただろう、今度の試合が俺にとっての最後のチャンスなんだ。ここで結果出さなきゃ。バカにしないでよ。え？今じゃサッカーも大したことないくせに。付き合ってやってるのこっちの方なんだから、はい、せいぜい岸本っていうこと仲良くやれば。あっ、つうか邪魔なんだけど。すみません。おい、大丈夫か？うん、平気。ごめんね、ありがとう。